マネルケイプ対ムハンマド・モハエフの注目の試合が行われ、モカエフ選手が3対0で判定勝利を収めました。詳しい内容を見ていきましょう。事前の記者会見とは打って変わって、まあ静かな立ち上がりでしたね。まあこれケイプが右足の親指、これ結構痛そうにしてたんで、まあそれも影響あったのかなと思うんですけど、まあそれにしても3ラウンドほとんど動きもなく、まあ目立ったのは3ラウンドの最後お互いにパウンド下からの肘打ち合ったシーンぐらいなのかなと思ったんですけど、ちょっとびっくりしたのがモカエフの判定勝利ですよね。まあ29対28が2人いて、まあこれならギリギリ意味わかるんですけど、30対27と思って、特に1ラウンドなんかはもうほとんど何もしてないでしょモカエフみたいな。でケープはまあちょこちょこ打撃当ててたんで、あれでモカエフにつけるのはちょっと考えにくいかなって自分は思ったんですよね。まああと岡田亮選手も言ってたんですけど、まあこれ完全に身内びいきですけど、これならもう平達郎タイトルマッチでいいんじゃないっていう。まあそもそも平は今5位ですからね。ケープよりもモカエフよりもランキングが上なわけで、この試合前は。正直期待してたものが見れたかと言われるとそうは言えないですね。以上です。